プロ野球の開幕に合わせ、広島電鉄はカープを応援するラッピング電車の運行を始めました。今日から広島市内を走る真っ赤に染まったカープ電車。今年は車内をリニューアルしました。今年は電車の連結部分まで真っ赤に染め、さらに座席近くには今シーズンのキャッチフレーズも施されています。ファンの気分を高めようと、去年よりも一層車内を赤色にし、カープ坊やなどのラッピングも増やしたということです。電車に乗ってカープを見に行って、また野球が終わったらこの電車に乗って帰って、あ、よっしゃと、カープが勝ったな、いい試合だったなと思いをかみしめていただけるような電車になっていると思います。カープ電車は今日から広島駅と広島港の間を1日7往復程度運行します。